ウッドバッファローはカナダのアルバータ州北東部に位置する都市である。1995年にフォートマクマレー市と第143改善地区と合併し人口密度の高い都市部と人口密度の低い地方が広がる地域の需要に対応した特別都市として誕生した。広大な自然とオイルサンドがあることで知られ都市の面積は 北海道のおよそ4分の3あり、国内の一都市としては、最大の面積を持つ。アサバスカオイルサンドがあることで知られ、国内でも特に成長の早い産業地区である。国勢調査による2011年の人口はおよそ65,565 65人で、2006年から5年間での人口増加率は27.3%と高い、成長を見せている。 一時的な労働者などの否定住人口を含めた人口はアルバータ州政府による統計では10万1238人に達する主な幹線道路としてハイウェイ63号線がエドモントンと結ばれている長距離バスではグレーハウンドカナダ車とレッドアロー車がエドモントン間を運行している2011ポピュレーションドウェーリングカウンツ4カナダ プロビンセステリトリーズセンサスサブディビジョンズ 2011&2006 センセシーズ2014年8月10日閲覧ミューニシパルプロフィールアルベルタミューニシパルアフェアーズ2011ミューニシパルアフェアスポピュレーションリストアルベルタミューニシパルアフェアーズありがとうございます